こんにちは。インターナショナルワイヤークラフト協会の土屋千恵子です。外出先で手洗いをする機会増えましたよね。ハンカチがすぐにびちゃびちゃになってしまってお困りではありませんか？そこでペーパータオルをコンパクトに持ち運べるケースを作ってみました。このように吊るして使うこともできます。今日はこちらのケースの作り方をご紹介したいと思います。本体の生地を横が27センチ、縦を33センチにカットします。はじめにこのね、27センチの方を 1.5 センチ、ね、折り目をつけます。この時に作っておくと便利なのが、厚めの紙にこのね、1.5 センチのところでこのように線を引いておきます。ラミネート生地の場合は折り目がつきにくいですので、このコロコロがあると便利です。でこのコロコロの詳細は説明欄の方に載せておきますので、後でご覧ください。でこのようにね、ラインに合わせて折り目をつけていきます。でこの折り目のところに合わせてまたね、折っていきます。そうしましたら、一番最初にね、つけた折り目のところでこうね、三つ折りにしてクリップで留めていきます。次に表を上側にして、端から5ミリ内側を縫っていきます。でラミネート生地を縫うときは、ミシンのメーカーで出しているこちらね、テフロン押さえというものが滑りが良くて便利です。でもしテフロン押さえがない場合は、マスキングテープをこのように切り込みを入れて、このね、金具に合うように貼っておくと滑りが良くなって縫いやすくなります。5ミリ内側にミシンをかけました。そうしましたら、反対側のね、27センチの辺も 1.5 センチで折り目をつけていきます。またこのね、折り目に合わせて折り目をつけていきます。で一番最初につけた折り目のところで三つ折りにします。そしてクリップで仮止めをしていきます。そして先ほどと同様に、表側を上にして5ミリ下側を縫っていきます。上側と下側を縫いました。次にこの縦に長い方の真ん中に印をつけます。このようにね、端と端を合わせて真ん中に印をします、はい、で反対側もですね、端と端を合わせて真ん中に印をします。で
今つけた印のそれぞれ1センチずつ右と左にまた印をつけます。このように印をつけました。ベルトの布は縦が 7.25 センチ、横は17センチでカットしておきます。表を上側にして、このように表が内側になるように2つ折りにします。そしてクリップで留めておきます。そうしましたら、この短い方の辺の 5mm 内側を縫います。端の角を縫い目を切らないように、このようにね、斜めに三角に切ります。そして表側が外側になるように返します。この時に角の部分を指でなるべく押し出しまして、ね、角を出したいんですけれども、目打ちとかですとちょっと生地を傷めてしまいますので、こういった紐通しとかね、ゴム通しとかで内側から押して角をしっかり出してあげます。で、ここでまたちょっとね、クリップで仮止めをしまして、ここの横の部分とこのね、長い辺のところをコロコロで押します。そしたら今度ね、こちらの空いてる方を 5mm 内側に折り目をつけていきます。こちらにだね、 5mm の線を引いておいて、このように合わせてコロコロしていきます。そしたら上はこのようにして2つ折りにして、で折り目を合わせてクリップを留めていきます。そうしましたら、このクリップの留めてある方から下、横、上に向かって 2,3 ミリ内側を縫っていきます。はい、で左に曲がる時なんですけれども、この下よりも1センチ弱ぐらい手前で針を刺したまま止めます。押さえを上げて方向転換をします。そして 2,3 ミリ手前でまた針を刺したまま止めて、押さえを持ち上げて方向転換します。そうしますと、ここにね、ボタンホールを作っていきます。で、ボタンホールを作るときは、こちらのね、ボタンホールを作る金具があると思いますので、こちらに付け替えます。で、ね、一番後ろ側から押して目盛りを一番奥にしておきますね。このね、ミシンのダイヤルをボタンホールを作る一番にします。こちらの横に縫い目の長さというところがあります。これをこちらのボタンホールにのマークに
合わせますね。これはミシンによって調整の位置がそれぞれだと思いますので、ご自身のミシンで確かめてみてください。今日使うボタンが 1.5 センチなんですけれども、ボタンホールの大きさは 2.3 ミリぐらいで今日は作っていきたいと思います。ボタンホールを作る位置なんですけれども、こちらね、輪になっている方を右側に向けまして、こちらがね表面になりますので、縫い目のある方のトップから 1.3 センチで測って、目印にこのねマスキングを貼っておきます。このマスキングはあんまり長くない方がいいですね。で、上の部分はねこのように折り返して貼って大丈夫です。スライドを後ろから押して目盛りの一番奥に合わせておきます。そうしましたら、このねマスキングの位置をこのねこの目盛りの一番奥に合わせまして、あとこの幅ですね、幅の真ん中に合わせて押さえを置きます。針がですね、ちょうどそのマスキングのところにギリギリぐらいに落としてあげてください。そしたら目盛りまず1番にセットしてあるかどうかを確認して、この 2.3 ミリのところまで踏んでいきます。はい、で 2.3 ミリのところに来ましたら、こちらのダイヤルの方を2番に合わせます。はい。そして4、5回こうね往復するまで踏みます。またねこちらのダイヤルを今度3番にします。でそのまままたね元の位置に戻るまで踏んでいきます。元の位置に来ましたら、こちらのレバーは4番にします。そしてまた 4,5 回往復するまで踏みます。はい、このようにカッターで真ん中に切り込みを入れていきます。縫い目を切らないように気をつけてください。また直線で縫っていきますので、こちらのレバーの方をじゃあね真ん中の直線縫いに戻します。そして縫い目の長さをまたね元のダイヤルに戻しておきます。そして金具の方をテフロン押さえの方に取り付けます。次に本体にベルトをつけて縫います。本体は表側を上向きに置きます。で、ベルトの方は輪の方を上側向きにして、ボタンホールが右側になるように置きます。で、左側の印位置ですね、左側の3つの印の真ん中とベルトの真ん中位置を合わせてクリップで留めます。裏側をマスキングテープで仮止めしときます。で、ベルトを固定するように 5mm 内側を縫っていきます。はい、針はベルトの上に落としてから縫い始めます。
そうしましたらこの下側のラインを左側の上側の印位置に合わせてクリップで留めます。上側のラインを下側の印位置に合わせてクリップで留めます。反対側も留めていくんですけれども、ここの合わせが互い違いになるように、右側のラインは左側の印位置に合わせて留めていきます。こちらのラインは右側の印位置に合わせて留めていきます。このように左右の合わせを互い違いにすることでペーパーを入れやすくて取りやすいようにしてあります。そしてそれぞれ1センチ内側を縫っていきます。クリップを上側にこのように留め替えます。はい、で重なりの近くまで来ましたら一度針を落として布の向こう側と左側と手前側をこのように押さえて軽く向こうへ送りながら踏んであげると滑らかに進みます。そうしましたらこのねベルトのついてる方のラインの真ん中、縫い目の真ん中に補強のためにこのようにねミシンをかけておきます。そしてここの角のところですね、縫い目を切らないようにこのようにね三角に切り落とします。それで外表にひっくり返します。で角はできる限り指で押し出すようにします。このような紐通しやゴム通しなどプラスチックのねものの方がおすすめです。これで内側からそっと押して角をしっかり出していきます。そうしましたら後ろ側の仮止めを外します。最後にボタンを2箇所につけていきます。まず1箇所目のボタンですね、このベルト位置につけていきます。でこのようにねベルトを合わせてボタンホールのところに印をしときます。このようにボタンをつけて吊るすことができます。でもう一箇所のボタンの位置ですけれども、こちらの端と端を合わせて真ん中を出しますね。真ん中を出しましたらここの端から9センチね、ここ9センチのところに印をします。そしてこの印位置に目打ちで穴を開けます。一
1枚ですとボタンをつけるにちょっと弱いですので、内側から布を当てます。そしてこのように両端仮留めをしておきます。そしてこの位置にねボタンを縫い付けます。そしてペーパーは2センチ分ぐらいのね厚さを入れてあげると、2つ折りにした時にちょうどいい感じですので、こう入れてみますね。でこのようにね2つ折りにして、ここでボタンを留めます。このようなね感じになりますね。これで完成です。